皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、趣味は仕事で仕事が趣味という人生というテーマについてお伝えしてみたいと思います。私は日々常々ですね、お仕事が好きで、仕事が趣味で趣味が仕事っていうようなことを、よくブログとかでもお伝えしているんですけども、これはですね、なんていうんですかね、ガツガツ仕事ばっかりして他のことを考えないっていう意味ではなくて、趣味のように没頭できる楽しみを仕事の中に作りましょうみたいな、そんなイメージです。こういう人生を送りたいと思ったのは、やっぱり会社員を20年以上ずっと途切れることなく、転職はしているんですけれども、やってきたっていうキャリアの中でですね、会社の中っていうのは当然会社のルールがあって、その中で動いていかなくちゃいけないっていう決め事がありますよね。そうすると趣味のように没頭するような働き方っていうのが、難しいケースもあるわけですよね。例えば今これをしたいとかいうふうに思ったとしても、優先順位的にですよ、自分の会社がこのように動いていればという流れがあれば、当然それに従うっていうのが、会社員の役割分担っていうことになるので、組織っていうのは大きくなればなるほど縦割りのルールっていうのが、多くなっていくわけですよね。で、自分で仕事を選び、自分で仕事を作るっていうことは責任も伴うんですけれども、同時にその仕事の中に喜びとかを見出して、好きなように動いていくっていう自由もあるわけですよね。そうすると、なんていうんですかね、もちろん仕事自身には辛いことっていうのはね、あるんですよ。全てが楽しいとは別に言わない、それなりに辛いこともあったりします。それはね、お仕事ですから。ただその仕事自体をですね、そうだな、ゲームをクリアするようなワクワクするような気持ちで作っていくっていうことができると、結構楽しくやっていける。なので、あまりこう、なんていうのかね、プライベートと仕事の境界線をはっきり分けた方がうまくいくタイプの人と、一緒になっちゃってる方が全部が楽しい状態で作っていけるタイプの人っていうのが2パターンいるんですけれども、私はどちらかっていうと後者のタイプです。きっちり切り分ける方もいらっしゃいます。これはどちらの方がタイプとして向いてるかっていうのは、その人の性質とかによって違いますので、そのあたりですね、自分のタイプがもし私と似たような形、仕事も楽しいしそれが趣味って言っちゃっても、全てのね、時間が仕事と楽しさが一緒くたになってるのがいいよっていうタイプの人は、そういう考え方の方が多分向いてます。割と、そういう先生は多いですけどね、教室業の先生とかはもともとそれが楽しくて仕事をしちゃってるっていうタイプの方が多いので、そこにあと要素として稼ぐっていうものが加わってきた時に、どのあたりの稼ぐ領域を目指すのかによって、自分の心の安定度合いと、辛さ加減っていうのは変わってくると思うので、人と比べることなく自分の基準としてここまでやりたいっていうところで人生を楽しむといいんじゃないかなっていうふうに思っています。私自身は仕事は趣味って言えるほど楽しいし、それが趣味って言っても恥ずかしいとか、さっぱり思わなくって、多趣味で、例えばサックスとか、いろいろその他趣味あるんですけれども、カメラとかね、写真とか、それも全部全て仕事の中に入っちゃってたりしていても、それを別に行くとも思わないし、スイッチングもすごく簡単なので、私は今の生活が楽しいなと思って暮らしているっていう、私の人生観ですね。それをお伝えしたいと思いました。それでは。